UTMF 2022直前インタビューシリーズということでゲストをお迎えしております、鬼塚智則さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、鬼塚さんといえば、まあ私記憶に新しい昨年の、はい、秋ですか、10月にあった COMI100 で優勝された時にこういった形でこうリモートのインタビューさせていただいて、あの時もあの素晴らなんていうか、まあ、周りの方がですね、鬼塚さんの走りはもうちょっと神がかってたっていう大げさかな、だから素晴らしかったというようなこともおっしゃっていて、はい、本当に充実というか、まあ、この100マイルの、ね、レースでこう力を発揮されている場面が多くなった。前回の2019年3年前になりますけれども、はい、UTMF でも表彰台7位ということでしたよね、はい、今回もまたさらにいい結果望めそうですか、どうですか。そうですね、もうやっぱり3年ぶりということで、すごく待ち望んでたレースでもあるので、で、まあ今回外国人も出ないので、やっぱり日本人だけということで、まあ、本当優勝できるチャンスがの確率もやっぱ上がるので、まあ、本当に優勝を狙ってはいますね今のところ。はい、ズバリ気持ちいいこの宣言が聞けましたけれども、はい、まあ、そのどうなんでしょうね、まあ、その、まあ、鬼塚さんも STY 最初に出られた STY から含めると、はいはい、もう 4,5 回これで6回目そうですね、はい、ですね、うん、出てますね、まあ、はい、うん、まあ、そういう中で今年はちょっと、まあ、3年っていう、まあ、コロナっていうことがあって時間も空きました、はい、あと、まあ、そのおっしゃったように、まあ、国内に住んでいる選手なので、まあ、海外からの有力選手とか、まあ、ちょっとこういなかったりとか、まあ、ちょっと雰囲気がね、ただまあこうすごい雰囲気、いい雰囲気とか盛り上がりの中で大会が開催されるんでしょうけれども、ちょっとこう例年とは違った雰囲気になる、まあ、やっぱりこうペース展開とか、ちょっといきなり生臭い話で恐縮なんですけれども、やっぱちょっと違う UTMF になりそうな予感しますかね、こう、まあ、上位のレース選手のレースということに関してなんですけれど。はいはい、そうですね、どうなんですかね、やっぱりこうエントリーリスト見てもすごい有力どころもたくさん集まってますし、やっぱり本当3年ぶりということでみんなこのレースに合わせて来てるのかなとは思ってるんですけども、やっぱりまあその中でも自分はもう本当自分のペースを貫くっていうのを大事にしてるので、あんまりこう周りの雰囲気っていうのはまあ気にならないのかなとは思ってますけどね、うん、確か前回2019年に7位に入られた時、お話した時も、はい、なんかそういうようなこう、ね、自分の走りというか、まあ、はい、っていうのが成功の鍵だったという話を伺ったと思い出しましたけれども、はい、うん、ただあの時もこだから前半は決してこう前を急がないというか、うん、そうですね、20番手ぐらいとかだったのかな、はい、なんかそういうようなところでこう、まあ、自制じゃない、まあ、自分のペースをキープして、はい、でまあ、後半こう徐々にこう他の選手が遅れてくる、そうですね、上がってくるっていう展開ですよね、はい、うん、ですね、じゃあもうそういった、まあ、成功パターンというのか、まあ、いい走りをこう、はい、こう自分のいい走りっていうのができるこうパターンが見ついてきたんですかね。そうですね、まあ本当ここ何回か100マイル走るようになって、やっぱりこう、うん、自分のペースを刻むことが一番、まあ実績にもつながっているというか、まあ、リザルトも見てもそういう、まあ、自分のペースつなぐにいた時ほど、まあ、いい結果出てるので、うん、まあ、そのこの前のコーミーもそうですし、まあ、あの時も本当自分のペースを刻むっていうのをずっと頭に置いて走ってたので、まあ、今回もそういう展開でこう、まあ、周りに流されずに、まあ、自分のペースを刻んでいこうかなと思ってます、はい、まあ、ただこう、まあ、自重というか、まあ、あんまり重すぎるとですね、こう、前とも、やっぱ優勝したいので、あまり前とは差も広がりすぎると結構、なかなか詰まっていかないのかなと思ってるので、まあ、ある程度こう、前の位置も気にしつつも、まあ、自分のペースを貫きたいなとは思ってます。その辺の、まあ、見極めどころが、鍵になるんですかね。はい、うん、はい。みんなそこは、どの辺にこう、周りの様子を見たいかなとか、うん、まあ、うん、まあちょっとね、当日どんな展開になるか、そうですね、本当、ね、はい、鬼塚さんあるいは他の選手の皆さんがどんなことを考えながら今走ってるのかなとかって、うん、私としてはそこを想像というか、まあ、表情を見てというか
まあでも自分も本当それ楽しみですね、うん、本当、はい、うん、どんな展開になるのかっていう、鬼塚さんに限らずみんなそうだと思うんですけれども、このウルトラトレイルマウント富士、まあ、大きな目標としてきたレース、してるレースだと思います。ただまあその3年2回にわたって直前まで開催できそうとというところまで来て、うん、まあ、残念ながらできないということが続きましたよね。まあそういうのってやっぱり、はい、まあ、とりわけ、まあ、みんなにとって残念ですけれども、こう日々こう目標を掲げて鍛錬してというかトレーニングしてという、うんうん、多分鬼塚さんはじめこうここでいい結果をこういい走りをしたいと思っていらっしゃる方にとっては、うん、結構ねこうモチベーションが大きくこう下がったりとか、そうですね、いうことあったろうなと思うんですけれども、うん、3年経ってようやく開催できるとやっぱどうでしょう、そういう苦しかったことからこの楽しみな大会を迎えられるっていう喜びもひとしおっていうのはあるんでしょうかね、うん、そうですね、本当にこうやっぱり100マイル出場するまでの結構準備っていうのはやっぱ大変なので、うん、まあ、それ積み上げてやっぱり直前というかまた中止ってなるとなかなかモチベーション維持するのがまあ大変だったし、まあ、年齢的にももう今42なんですけども、うん、やっぱ40歳、41歳って、やっぱり自分の中でも、一番こう、乗ってくる年齢でもあるので、やっぱそういう時に、やっぱこう発表する場がなくなるっていうのは、やっぱちょっと、なかなかそこが辛いとこではあったんですけど、まあその分、こう、しっかり自分の中でトレーニングをこう見直して、まあ、組み立てることができて、まあ、講義とかの結果にもつながったので、まあその辺の期間の準備期間っていうのは、まあ、まあいい期間でもあったのかなと思ってますね、今となったらですね。けど例えば、まあ、鬼塚さんの場合はこう、まあ、何度もあれ、かつてはこう実業団の、まあ、はい、いわば、まあ、プロのアスリートとしてこう活躍されてきたっていうこともあって、うん、まあ、例えば世界選手権とかそういうものでの、はい、ね、本当にもうトップのこうことも経験してらっしゃる、はい、そういう、はい、時からするとやっぱりこの同じ走るっていうこと、あと大きな目標を目指してるっていう意味でも、まあ、今42歳になってこう、はい、まあ、ちょっと違う分野で走ってらっしゃるこうトレイルランニングというところでまたちょっと違う形でこう夢というのかまあ自分のこう走りを求めてらっしゃると思うんですけれども、気持ちの整理の仕方とかやっぱなんか変わって全然若い頃とは違うとかっていうことあるんですかね。そうですね、やっぱりこう陸上競技をやってきた時とはやっぱり全然違いますね。あの時はなんていうかな、こうやらされてるじゃないですけど、まあ、もちろん日の丸背負ってこうオリンピックだったり世界選手権っていうのを目標にやってはいたんですけども、まあ、あの時と違うのはやっぱり今は本当に好きで走ってるっていうのがあるので、まあ、そこはなんていうかな、うん、そのモチベーションは、まあ、大会はなくなるモチベーションはあるんですけど、走る日々走るモチベーションっていうのはもう全然変わらないですね今は、うん、はい、まあ、そういうレースがあろうがなかろうが、うん、やっぱり走ることが一つの自分の生活の一つになってるという、はい、ですね、もう本当に自分から今走ってるっていう形なので、はい、うん、そうですね、うん、まあ、この間もちょっとさっきも改めて鬼塚さんのフェイスブックとかも見てたんですけれども、はいはい、九州とか、まあ、各地でいろんなこうトレイルの大会とか、まあ、うん、ランニングのイベントとかこう、ね、いろいろ、まあ、ゲストだったり半ばホストというような形でこうやられて、はい、今シーズンとかもねやられ去年とかもやられたと思うんですけれども、うん、やっぱそういう機会もやっぱこのコロナの中で増えたりしたのかなと思うんですけど、いかがですか。そうですね、まあ、去年やっぱ今年に入ってはなんか増えたような気がしますけどね。やっぱ昨年まではまだそんなにイベント自体も、はい、なかったので、結構やっぱ一人で走る時間は多かったですね、うん、まあ、ようやく今年ぐらいから少しずつ、まあ、まあ、一人じゃなくこう友達と走ったり、まあ、イベントに参加したりっていうのは増えてきたのかなと思いますね、うん、まあ、トレイルランニングの、ね、大会が少なくてみんな、ね、うん、同じようにこうもしかしたら僕の想像ではこう走るこう意欲を失ってる人とかもいたりするのかなとも思ったんですけど、鬼塚さんそういったいろんな方とお話になってみて
どうでしょう、そんなことは決してないって言っていいんでしょうかね、どうでしょう、そんな、どんなふうに感じになるかなと思います。です、やっぱり、まあ、個人的に自分一人で走ったりするのは好きなんですけど、まあ、でも一人よりもやっぱそういうイベントで大勢の人と走るとまた違う楽しさもあるし、やっぱそういう皆さんこう楽しんでるみんなを見るとやっぱ自分も元気づけられたりもするので、まあ、そんなにこうなんかこうなんていうかな、うん、下がることはないのかなと思いましたよね、うんうん、去年ぐらいから大会も始まってやっぱその大会に出るとやっぱレースってやっぱいいなと本当に思うし、うん、だから本当こう UTMF はすごく今楽しみしてますね、まあ、今年の最後にちょっとこうもう少しあの最初の方の話戻るんですけれども、うん、コースはまあおおむね、19年の時と同じようなこう1周と4分の3周ぐらいしてまた戻るみたいな、はい、イメージ同じですけど、まあ、富士急ハイランドの方にこうフィニッシュするとかちょっと新しい要素とかもありますけれども、はい、こう鬼塚さんの目から見て一番こう大事だ どこも大事だと思いますけれども、うん、こうもし何かこう気になってここはまあちょっとこう大変かなとか気になるなっていうセクションとか、うん、もしあったらまあ聞く人にとって鬼塚さんのこのこう準備が参考になるかなと思ったんですけど。そう、まあ、毎回思うのはやっぱり杓子がすごく杓子、はい、辛いので、うん、後半の最後の方ですね。ヒララのエイドでこうもう一回頑張ろうっていつも思うところではあるんですけど、うん、そうですね、やっぱり毎回苦戦するのはやっぱそこですね、杓子は。杓子山、うん、はい、うん、ですね。まあ、あとはその今回龍ヶ岳がないの、うん、ないっていうかそこを通らないので、毎回いつも元から一回龍ヶ岳でちょっとこう自分としてはこうなんかちょっと一回こう辛くなる部分があったので、まあ、そこがないのはちょっと自分にとってはプラスかなとは思ってますね、うん、はい、うん、やっぱまあレースのポイントとしてはやっぱりこうまあ一回富士急ハイランド100キロ前後のところからこうもう一回プッシュしていこうかなとは思ってますけどね、はい。なんか僕の聞くところでは富士急ハイランドは割とこう映像もあれ人あのイベントあのエキスポの会場だったりもするし割と人が結構多くて応援の声とかもね結構聞けるんじゃないかなというようなかもしれない、ちょっとどうかなちょっとあの多分そんなようなことなんじゃないかなと思うのでまたそこが力もらえるようなポイント、そうですね、やっぱり映像でやっぱサポートっていうのは一番特に100マイルとか力になるので、うんですね、やっぱそういう人が多いとやっぱ結構元気出るからですね、そこは楽しみですね、うん、最後に、まあ、今回あの指摘サポートもねハードルが高いというか事前にこう、そうですね、抗体検査とかもあるんですけど今回鬼塚さんはどなたがそのサポート、そうですね、今回もあの奥さんがサポートしていただけるので、なるほど、素晴らしい、まあ、そこは安心して、はい、任せれるのかなと、さすがですね、安心まあ全然、ね、いつもあの前回の UT マウント時とかも、ね、そで、はい、ですね、一緒にフィニッシュされている姿、そうですね、あの、はい、すごい、僕もあのいいシーンが、はい、そうですね、はい、うん、笑顔でフィニッシュできればいいなと思います。わかりました、ありがとうございます。いいえ、ね、もう今 UTMF の前の週にこれちょっとねお話伺ってます。いよいよ来週に迫ったウルトラトレイルマウント富士、鬼塚智則さん、応援したいと思います。鬼塚さん、今日はありがとうございました。ああ、いえ、ご視聴ありがとうございました。